ハロー YouTube、 どうもドナイ山本です。ね、まあ騙されてしまった皆さんも今年もね、長い1年でしたね。はい、まああれも僕本人なんでね、まあ僕の話をね聞いてってください。うん、というわけで、有馬記念のね予想をしていこうかなと思います。はい、有馬記念、まあ僕のチャンネルをね見てくださってる方は知ってると思いますけども、去年私は大的中しましたね。はい、もうリスグラシュ本命にしてね、もう見事な3連複的中で、はい、もうね、いい思いですね、ほんと。まあ、あれが初の有馬記念的中だったんですけど、まあ、今回もね、そのままの流れで、まあ、いい有馬記念にね、しようかなと思います。はい、まあ、当日も動画出すんでね、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。はい。というわけで、まあ、行きたかったけどね、うん、まあ、しょうがないね、このご時世だから、うん。まあ、おとなしくね、まあ、現地では見れないんですけど、うん。まあ、当日また動画出すんで、楽しみにしていてください。はい。というわけで、今回の有馬記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の有馬記念、勝つのは、ラッキーライラックです。はい。本当はね、フィエールマン本命の予定だったんですよ。昨日ぐらいまでは。フィエールマンしかないなと。天皇賞秋の走りも圧巻だったし、まあ、一番強いんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、ラッキーライラックにしましたね。ね、あれ、ルメールさんが、フィエールマンに乗るか、ラッキーライラックに乗るかで、フィエールマンを取ったじゃないですか。ね。ってことはもうフィエールマンが勝つんだなっていうふうに思ってたんですよ。ラッキーライラックは今回、福永ジョッキーが、に乗り換わりになっちゃったんで。だから、まあ、フィエールマンだなっていうふうに思ってたんだけど、まあ、フィエールマン13番枠入っちゃったでしょ？これちょっと厳しいし、あとなんか、脚部不安もある。なんか、右の前の方がちょっと腫れてるっていうのもあるし、あんまりいい話聞かないんで、で、しかも13番枠、さっきも言ったけど、ちょっと軸にするにはね、心もとないんですよね。うん、これは。だから、まあ、もともと、ね、その2番手候補だった、ラッキーライラックが繰り上がりで本命ですね、これは。はい。で、まあ、ラッキーライラック、まあ、競馬のセンスがいいんですよ。過去の勝ってきてるレースって、あのね、パワーでねじ伏せてるというよりかは、もう競馬センスでね、器用に勝ってるというイメージが強いんですよね。だから、この中山2500というコースは非常に合ってるし、まあ、7番枠入ったんで、まあ、いい位置取れる枠かなと。外すぎずいいかなというふうに思いました。まあ、福永さんがね、過去有馬記念であんまり成績良くないんですけど、まあ、今回はね、まあ、7番枠だし、馬も強いんで、ね、過去の福永さんの馬見たら結構外枠だったりとかで、そういうのもあるんでね、まあ、あんまりそういう変なイメージにとらわれるのは良くないかなと、うん、思いまして、まあ今年はね、福永さんは3冠取ってるんで、うん、まあ、いいんじゃないかな。ラッキーライラックですね、勝つのは。うん。まあ、牝馬強いんで、今年の G1 は、小馬 G1 は。うん、もう今年も牝馬でしょう。まあ、他にもクロノジニスとか強い馬いるけども。まあ、ラッキーライラックですね。叩き両肩型の馬で、もうこれ引退レースなんでね、もう後先考えずに、もうここで不利に出せるんで、そういうのもいいかなというふうに思いました。うん。去年でリスグラシュに続き、ラッキーライラックですね、今年も牝馬。うん。まあね、僕個人的にラッキーライラックという馬はね、非常に思い入れのある馬で、3冠で全部本命にしたんですけど、全部アーモンドアイに返り討ちにされちゃってね、それがまあ、去年になってね、復活してくれて非常に嬉しかったですね。最後、ここ有終の美をね、飾ってほしいなというふうに思います。はい。というわけで、勝つのは、ラッキーライラックです。はい。で、まあ、他の馬、じゃん。フィエールマン対抗。で、タンアナクロノジニスで、白三角にカレンブーケドール、ワールドプレミア、バビット。はい。この6頭ですね、買うのは。うん。まあ、フィエールマンはさっき言った通りですね、空き店が非常に強くて、もともと本命候補だったんで、ちょっとマイナス材料入ったんで、まあ、2番手にしましたけど。で、まあ、クロノジニスはね、まあ、馬場によっては頭まであるかなと、うん、いうふうに思います。はい。で、あとはまあ、毎回前線するカレンブーケドールは必ず抑えなきゃダメですね。で、去年3着に入ったワールドプレミアも、そうだし。で、あとね、バビットをね、穴でね、入れました。
まあ、菊花賞はね、ちょっと距離長すぎたんでね、あれ残念だったんですけど、まあ、今回1番枠入ったし、もともとこのロスなく気持ちよくいければ強いと思うんですよ。で、菊花賞それができなかったんで、1番枠入ったから、もう有馬記念の中山2500の1番枠って言ったらもう相当有利なんで、もうこのまま、もしかしたら残ってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思ったんで、入れました。はい。というわけで、ボンレス高島大先生の見解をご覧ください。どうぞ。はい、まあ、有馬記念ですけど、ちょっとその動画出す関係で枠見れないんですけど、まあ、だから人気どころはちょっと、ね、上げにくいんで、穴ですね、サラキアです。はい、まあそのエリザベス女王杯からやってくるわけなんですけど、まあ正直展開が味方しないとね、多分後ろから行く馬なんで、前々で決まっちゃうと、まあ出番はないかなと思うんですけど、まあ、ラッキーライラックにあれだけ迫ってるということを、まず、はい。と、まあ、ちょっと、これで最後のレースですけど、覚醒してると見ていいんじゃないかなというような、今の状態。ただね、まあその北村雄一ジョッキーの時に走るようになったんで、それがね、松山ジョッキーに変わっちゃうんで、そこだけちょっと押せない材料がありますけど、ただこんだけ人気ないんだったら狙っていいかなというふうに僕は思います。はい。まあ人気どころは正直、枠入ってからどれ選ぼうかなっていう感じですね。はい。以上です。はい、続きまして、武田君です。はい、ということでね、今ね、ツイッターでね、有馬記念のね、速報を見たので、もうこれはね、パッとね、もう動画に収めちゃおうと思いまして、いつもだったらね、フリップを用意するんですけども、ちょっと今ね、外に出てね、もうちょっと家に帰ってる途中なんで、もう今ね、ここでね、動画を撮ろうと思います。はい、ということで、今動画に収めてるんですけども、有馬記念ですね。有馬記念、私の本命は、5番のワールドプレミアです。はい、ということでね、やっとね、来たかという感じですね。この有馬のね、舞台で、武豊がまだね、武豊がジョッキー、G1 未勝利なんでね、ここはね、勝ってほしい。やっぱりね、運持ってるなって、内訳でね、でね、前年度もね、ワールドプレミア3着でしたしね、これはね、いける。これはいける。ということで、ワールドプレミア、まあ、相手といたしましては、サラキアですね。サラキア、ラブズオンリーユ、クロノジェネシス、フィエールマン、そしてワールドプレミア。字幕が出ると思うのでね、この辺に。それはね、もう山本社長にね、任せてもらうと思うんですけども、ここはもう5番ワールドプレミア、本命でいきたいと思います。ということで、以上でございます。はい。はい。で、買い目ですね。じゃん。三連複と単勝。はい。ラッキーライラックから、フィエールマン、クロノジェニス、カレンブーケドール、ワールドプレミア、バビットの三連複と、あと単勝でラッキーライラックです。これ、なぜ単勝を抑えたのかっていうとね、過去に軸が当たって、軸が頭できて、外れたって悔しい経験何回もしてるんで、それ嫌なんで。単勝、ラッキーライラック、まあ、有終の美と、はい、いうことですね。はい。これでいこうと思います。はい。他にも皆さん何か意見ございましたら、コメントとかお待ちしてるんで、ぜひ、お願いします。それではね、有馬記念、当てましょう。